すみません、テレビ朝日の山崎です。いや、お願いします。長い間ありがとうございます。いや、ありがとうございます。松本さんが、東京進出した時には本当にワンルームで小さいところから始まった、それから吉本興業はこんなに大きくなって、 でもあの時に戻れればもっと愛される会社になれるんではないかというのをお話もされていたと思うんですけれども、岡本社長自身はあの当時からご自身で何かこう変わってしまったことってありますか？僕の中では、その若い頃からの、若い頃というか、東京に来てからの、気持ちというのは、忘れてないつもりですし、お笑いが、お笑いを愛する人たちをサポートするっていうことが僕の中でやってきたことだと思ってますので、ただそれが今思いは変わってないつもりですけれども、動きといいますか行動が それとどこまで伴ってるのかっていうと、それは見直すというか、思いは異常にありますけれども、やはりずっと申してます、行動をもう一回きちんと改めるということに尽きるかなと思います。これまで気づくタイミングっていうのはなかったですか？その時々身近な方に注意もしていただいたりとかいうこともありますけれども、やはり今回これだけの状況を起こしてしまったっていうことにおいては、非常に反省しなければならないというふうに思っております。またちょっと一つ違うんですけれども、加藤浩次さんがこの会見を受けて、ミーティングするということですけれども、それは今日この後になるんでしょうか？もういつかこう予定っていうのは組まれてるんでしょうか？いえ、今日この後とかいうよりはこれからスケジュール、多分現場の人は調整すると思います。早急にということでしょうか？そうですね。ありがとうございます。その他ご質問ございますか？はい、どうぞ。ブログ編集部の島村です。最後に、2点だけ確認させてください。よろしくお願いします。ギャラを受領したことが発覚した後に芸人さんが番組の収録に行ったっていうのは本当なんでしょうか？すみません、それは何の、今一応ちょっと質問お願いできますでしょうか？
6月8日に、芸人さんがギャラをもらっていたこと、もらっていた旨が連絡っていうふうにこちらにもあると思うんですけども、芸人さんたちがその後も番組収録等に参加していて、宮坂さんの話によると会社の方、会社側からは大丈夫です仕事に行ってくださいと言われていたというふうにお話しされていたんですけども、こちらは本当なんでしょうか。もらった、まあ、もともともらってないって言われてもらったって言って金額の確定でありますとか、まあ、それはじゃあいくらどれぐらいどうもらったのかとか、他はまだもらってないっていう人がいてたりとかっていうことがありましたので、それは本当にどこまでどうかっていうことにおいて調査をしておりましたので、もらってても出てもどういいとかそういうことではなく、とにかく調査中ということにおいて、その調べてたということですね。なるほど。もう一点、先ほどギャラの配分について5対5か6対4ぐらいが平均値だというお話があったと思うんですけども、リアルタイムで芸人さんからこう異論が上がっているんですけど、こちらの数字というのは本当なんでしょうか。あくまで平均、そのテレビを中心とした全体の平均なので、その個別具体っていうことでは、ありません。ありがとうございます。はい、その他ご質問ございませんか。大丈夫でしょうか。よろしいですか。それでは質疑応答の方は、これにて終了させていただきます。最後に、弊社、岡本の方から、はい、はい、はい、すいません。すいません、朝日新聞黒田です。失礼いたします。お願いします。処分の関係でご確認なんですけれども、今回処分を受けられるのは、大崎会長、ホールディングス大崎会長と岡本社長のお二人が 50% 減、1年の減俸、はい、それ以外の経営陣の方々は特に処分はないってことですか。ありません。それはどうしてでしょうか。代表二人が処分を受けるということです。代表二人が処分を受けるということの意味を教えてください。それだけ重大なことで、重大なことだったっていうことです。はい、分かりました。あと先ほどから社長は行動を改めるとかっていうことをおっしゃってますけれども、具体的にご自身のどういう行動を今後どう改めていかれるんでしょうか。まあ、タレントさんや現場の子たちと、社員やそのタレントさんたちと今一度真摯な姿勢で話を聞くというところからだと思っております。これまでは真摯に話を聞かれてないところがあったと。結果としてそういうことがあったと思います。最後にすみません、先ほどの質問で岡本社長でなければ続けられないことは何ですかという質問があった際に、みんなに後で聞いてみますというふうに聞いてみますというふうにお答えがありました。非常に企業の社長として非常に無責任というか、非常にビジョンを感じられない発言だと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。まずその所属のタレントがきちんと才能が発揮できて、その発揮できる環境をどこまで環境を作り、それがきちんと
アジア海外に含めて展開できるかというところにおいて、僕の役割があると思ってますので、それを、目指して頑張るということです。よろしいですか。あとすいません、みんなに聞いてみますっていうのはやっぱり僕らのことを信頼してくれてるということもあると思います。本当にお笑いに愛情を持ってっていうか、みんなに責任を持って、厳しいですけれども本当に愛のある、社長だと僕は思っております。伝わってない人がいるっていうのは本当にまだまだ僕らもしっかりしないといけないところたくさんあると思うんですけれども、ここは本当にしっかりやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。すいません、マネジメントの中村です。今藤原が申し上げたように僕も社長本当にこわもてですし、確かに怖がってる社員もいると思います。ただ本当にこれ嘘ではなく、僕個人的には藤原よりも岡本の方が頼れるところが実は大きくあったりします。本当すいません、これは本音です。例えば何かトラブルが起きて夜中にメールをしても、僕だからかもしれませんが僕には返事をくれたりするという時も本当にあります。で、このことだけに限らず、前の部署から3年前にこのマネジメントに戻ってきたんですけれども、特にこの3年間は非常に密にやり取りができてたんじゃないかなというのは、あくまでこれは僕の目線なんですけれども、そう感じています。なので先ほど岡本がみんなに聞くっていうのは本当にまさにその通りというか、僕なんかにも基本的に中村が考えることで問題なければどんどん進めろという指示をよくいただくこともあるので、なので先ほど朝日新聞の方がそうおっしゃったんですけれども、現場に聞くというのは多分そういう意味が込められているんじゃないかなというふうに思います。なので僕個人的にはこういう騒動がありましたけれども、やはりまだ入社して僕約20年なんですけれども、こういうことはなかなか起きないことだと思います。というか起こしてはいけないことですし、自分がこの芸能生活芸能界に携わっている仕事をしていてこういうことがなかなか、ないことに、出くわしてしまったので、藤原や岡本や大崎と一緒に、最大限、尽力して解決していきたいなと思っておりますので、多分それは僕の部下たちにもそういうふうに言っていこうかなと思っております。本日は長い時間ありがとうございました。すみません、皆様、お忙しい中そして長い時間、お時間ご頂戴しましてありがとうございます。これにて今回の会見の方を終了させていただきますが、最後に弊社岡本よりご挨拶をさせていただきまして終了とさせていただきます。本日は大変長い時間本当にありがとうございました。最後に改めまして今回反社会勢力からの被害に遭われた方々に対しお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。吉本興業は創業107年の会社になります。今まで唯一変わらないのは何者にも代え難い無限の価値がある笑顔を皆様方に提供してきた会社であり、その笑顔の源を作る約6000名からなる所属していただいているいろんな才能をお持ちの方々、約1000名からのスタッフ、そしてそれを支えていただいております株主の皆様、
および関係していただいている方々、そして何よりもその価値を見出していただいているファンの皆様方がおられて成り立っている会社であります。にもかかわらず、今回ここまで騒ぎが大きくなり、ご迷惑ご心配をおかけしましたことは、ひとえに私の力のなさによるものであり、誠に申し訳ございませんでした。今後今一度皆様方から信頼を得られるよう反省して真摯に受け止めていきたいと思います。本日はありがとうございました。